トーク開始5分前になりました。ここで Zoom で参加している方にご案内します。発表前に Zoom の操作を練習しましょう。質疑で Zoom の挙手を使います。Zoom 画面下の参加者アイコンから挙手ができますので、操作に慣れるために挙手をお願いいたします。ありがとうございます。他の方もぜひ挙手をお願いいたします。ありがとうございます。またトーク中はこちらの Zoom チャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫なので、積極的に書いていただけるとこちらも嬉しいです。YouTube で見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは PyConJP アンダーバーの2です。感想や気づきなどぜひハッシュタグをつけてツイートをお願いいたします。ではもう少々お待ちください。はい。3分前だ。はい。では3分前になりましたので、これから始めていきたいと思います。それではこれから、さたまめさんの発表を始めます。タイトルは Python で作る演劇稽古用ウェブアプリです。発表時間は質疑を含んで、15分になっています。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。それではさたまめさん、はい、ありがとうございます。お願いいたします。はい、私の名前はさたまめです。発表のタイトルは Python で作る演劇稽古用ウェブアプリです。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。 PyConJP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございます。それではさたまめさん、画面共有をお願いします。準備の方はよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。それでは、さたまめさんを拍手でお迎えください。では発表します。トークの内容なんですけれども、私の演劇に関する個人プロジェクトについてお話しします。前半は Python を使う前の話で、後半は Python に変えてからの話をします。主にモチベーションやツール選びについてお話しして、技術的な話は少なめとなっています。自己紹介ですが、経歴は去年リーディングエッジ社に入社してプログラマーになりました。それまではゲームのパラメータ設計や、データ作成テストなどをしていました。趣味は演劇で、劇団はガイアクルーです。まず個人プロジェクトのモチベーションについてなんですけれども、皆さんも趣味でプログラミングなどをするときに、自分だけのアイデアが浮かんでそれを実装しようっていうことがあると思うんですが、その動機について考えてみました。まずいいアイデアだったということを自分で確認したいっていうのと、あと人に評価されたい、役に立ちたいっていうのが動機としてあると思います。この何々したいっていうのを欲求と考えたときに、一番は結構満たされることの方が多いかなと思ってまして、実はこれ演劇も同じで、実際に舞台が出来上がって役者が動いたりすると、自分たちいいことを考えてたんだっていうふうに思うことが多いです。ただ1が満たされた時に2の欲求が高まるんですが、1が満たされたからといって2が満たされるとは限らないっていう問題があると思います。でそれでプロジェクトを続けるかどうかで悩むっていうのが、まあ、今日はそんな話です。
で、具体例としまして、私のプロジェクトのお話をしますが、まずはウェブアプリにする前のお話です。台本の電子化と、あと稽古プランツールっていう2つがあるんですが、まず台本を電子化したいと思った理由なんですが、移動中とか立ち稽古の時にスマホで読めて読みやすいっていうのと、あと配布とか改訂が紙で配るより楽っていうのがあります。これ特に改訂の時なんかは紙で差分だけを配ったりするんですけども、ちょっと分かりにくいかなと思います。あとは電子化してデータとして二次利用できるっていうのがあってやってみようと思いました。やったことはですね、電子化する際のフォーマットを考えたのと、あとそのフォーマットにテキストの台本から変換するコンバーターっていうのを作ったのと、あとスマホ用のビューアーアプリを作りました。簡単に見ていきますと、まずフォーマットなんですけども、当時は XML がいいかなと思って、こんな感じのセリフはセリフ、とがきはとがきっていうマークアップをするだけのシンプルなものを考えました。で、それにコンバートするコンバーターなんですが、台本は人によって書き方がまちまちなので、そういった癖に対応するように変換のルールを設定できるようにしまして、この右側にあるような設定パネルを作りまして、左側に表示しているのが読み込んで変換したデータを表示しているものです。で、その変換したデータを表示するビューアーなんですけれども、せっかくなんで紙の台本ではできないようなキャラクターごとにセリフの色を変えるとか、あとアイコンをつけるとか、そういうのをやりました。あと一番右のスクリーンショットは、これ交番表っていうんですけれど、各シーンに誰が出てるかっていうのも、そういうのも自動的に表示するようにしました。で、ここまでやった手応えとしては、ビューアーの評判はまあまあ良かったです。ただ、コンバーターを使おうとする人があんまりいなくてですね、結局私がコンバートしてビューアーを使ってもらうっていうような感じになってました。次の稽古プランツールなんですけども、これはですね、稽古の出欠表から各シーンの役者が揃っているかどうかを求めたいと思って作りました。これなんですけども、芝居の規模にもよるんですけども、規模が大きいとですね、あれ今日ここのシーンの役者は揃ってるんだっけっていうのを結構表とにらめっこをしたりすることが多かったので、そういうのがパパッと求められるといいなと思いました。もちろんデータを持っていれば可能なことですし、あと出番の変更とかがあってもそれは動的に最新のものを求められるし、あと揃ってるかどうかっていうことだけでなくて、出席率なんかも俯瞰できて便利かなと思いました。で、やったこととしては、まず Excel でそういうツールを作りました。まあ、みんなが使ってるからっていうのもありまして、で、交番表とか出欠表とかですね、まあ、いろんな表があるんですけども、それぞれをシートにして連動させるような形になります。で、例えば台本シートっていうのは、先ほどの XML をインポートできるようになってまして、で、これをインポートすると、自動的に交番表が作られるようになってます。で、この交番表がですね、まあ、出番かどうかで丸×で普通表すんですけども、数字が入っているのはこれセリフ数が入ってます。で、セリフ数が入っていることによって、この人が休むと、まあ、どれぐらいインパクトがあるかっていうのが分かるようになってます。あと色がついているのは、出欠表と、連携してまして、出席のところは緑とかっていうふうに見れるようになってます。で、出欠表はですね、もうこれもシートがあるんですが、キャストの部分は自動で生成しますが、稽古の日時とか場所とか出欠っていうのを、まあ、手で入力して、でそうすると他のシートと連携するようになってます。この場合は左上でシーンを選んでいるので、そのシーンに出てる人だけ強調表示されているっていうような表示になっています。で、最後にプランシートっていう、いつどこのシーンをプラン稽古するかっていうプランを書き込むシートなんですけれども、これも、セルの部分がですね、出欠表とかと連携してですね、出席率に応じて色が変わるようになってまして、で、選択中のセルの詳しい情報は、インスペクターで表示するっていうふうになってます。で、そういうものを作って、だいたいやりたいことはできたんですけども、人に使ってもらうのはちょっとハードルが高いかなと尻込みをしてしまいまして、で、理由はですね、まず台本データを XML で用意しないといけないっていうのと、
あともう一つがですね、みんなが Excel って言ってたものが実は Google スプレッドシートのことだったりとかして、そうするともうああいう形での共有はこのツールではできないんでちょっとおすすめしなくて、で、結局一応公開するのはしたんですけど、ひっそり公開しました。でそうこうしているうちにですね、スマホアプリの方がデプリケーテッドだらけになってしまいまして、このままプロジェクトを続けるかどうかで悩むっていう、最初にお話ししたテーマに、ぶち当たるっていうことになりました。ここまでで分かったこととしては、自分にはスマホアプリをもうアップデートし続ける根性はないっていうことと、あとコンバーターの変換ルールとかそういう設定をする人はあんまりいないんだなっていうことと、あと PC からスマホにデータを転送する人はあんまりいないんだなっていうふうに思いました。じゃあデータどうしてるかっていうと、もうまあ私が実際は配っていたわけですから、データはネット上にあるっていう前提なんですよね。で常にオンラインの前提で、逆にオフラインで使えるようなアプリとかっていうのを念頭に置くのはちょっと後回しでもいいかなというふうに思いまして、で、だったらウェブアプリでいいんじゃないかと思いまして、でだったら Python でできるのではと思いまして、で Django を勉強しようって思いました。でここからやっと Django の話なんですが、Django はウェブアプリを作るための Python のフレームワークです。まあ、この画面は多分 Django を知っている方であれば割とおなじみな感じだと思うんですが、データベースが使えるので、複数のプロジェクト、まあ、この場合は公園をプロジェクトと言ってますが管理できるようにしました。で、傾向プランツールの方がちょっとウェブアプリっぽかったので先に作ったんですが、その複数作った公園の各公園ごとの、キャストとか、傾向日程とかを入力するとこういった表が表示できるようにしました。で出席率の表示に関してはですね、Excel の時よりも良くなった点がありまして、それは何かと言いますと、一コマの稽古の中で人が出入りするタイミングを、まあ、調べてですね、まあ、自動で調べてそこで分割して、で何時から何時までは出席率何パーセントみたいな感じで表示するようにしました。なのでこの時間帯の方をですね、各時間帯をクリックするとその時間帯の詳細が見えるっていうふうになってます。でその後台本部分をちょっと作ったんですけれども、XML ではなくて、ファウンテンという形式にしました。この下の方にあるデータっていうテキストエリアに貼ってあるのがファウンテンのフォーマットで、まあ、XML よりは直に読み書きしやすいです。でこのデータをもとに、まあ、出番のデータを生成して公演を作ったりとか、あとはビューアー画面に行って、例えばこの右側のスクリーンショットはそれをスマホで表示したところなんですけど、まあ、ビューアーを表示するっていうことができるようにしました。で現時点での手応えとしては、機能的には特にこの環境でも問題なさそうと思ってます。で、Excel に比べるとデータの入力がちょっと面倒なんですけれども、出欠に関してはですね、役者ごとにアカウントを作ることができるので、自分の予定は自分で入力してほしいっていうことができるようになりました。あとは、まあ、これは個人的な心境の変化なんですけれども、とオープンソースに対して安心感を感じるようになりました。で、いろいろ変わったんですけど、大事な点としては最初のコンセプトから特にブレてないなと思いました。で、いろいろ変わったの内容としては、言語がほぼ Python になったのと、データが全部データベースに入ったのと、あと公開の手間としてはサーバーの準備が必要っていうふうになりました。で、ここからちょっと話が変わるんですけども、今取り組み中の課題としては、フォーマットがファウンテンに変わったのでそのコンバーターを作っています。で、できればルール設定なしの全自動にしたいと思って、これも Python で機械学習でやることにしました。で、機械学習でやる部分っていうのが行の種類、セリフとかト書きとかっていうのを予測する部分になってて、このスクリーンショットの左側にあるような、まあ、登場人物、ト書き、セリフとかっていうこういう結果を得たいということで、機械学習を使いますが、ディープラーニングで作るのかって最初思ったんですが、別に台本を理解する AI を作りたいわけではないし、教師データもないので、決定義っていうモデルを使うことにしました。
その場合自分で特徴量を定義したり取り出さないといけないんですけれども、逆にそれさえやってしまえばディープラーニングよりも確実でやりやすいのかなと思いました。ディープラーニングの場合はですね、特徴量の正規化とかそういう前処理と、あとハイパーパラメータの調整とかそういうのも考えないといけないんで、その手間も省けるかなと思いました。で、参考までに定義した特徴量の一部なんですけども、例えばこの上の方にあるパターン何々にマッチするっていうのは、でこれは文章を形態素解析ってして形態素の並びにしたときに、その並びのパターンを定義してマッチングして特徴量にするっていう、そういう仕組みを作りました。あと下の方の前の行が何々かっていうのに関しては、ちょっとだけ系列データっぽく扱うためにこういう特徴量を取り出しています。で、あとはですね、台本ごとにちょっと書き方が違うので、台本ごとの台本全体の行単位ではない特徴量も取り出したりしました。で、これがモデルを可視化したところなんですけれども、現時点での手応えとしては特徴量とかを増やしていけば精度は上がっていくなという感じです。で、半可性能なんですけれども、ちょっと今求めることができなくて、で理由はですね、データがあんまりないっていうのもあるんですが、元々の台本がどこまで自由に書いていいかっていうのを、特に定義してないので、半可性能は今は計測できないっていう状態です。で、モデルはまだまだ軽いので、特徴量は増やしていけそうです。で、これが先ほどのモデルで、学習に使ってないデータを分類した結果なんですけども、これはかなりうまくいった方ではあるんですけれども、赤線を引いてあるところぐらいが失敗してるっていう感じです。で、今後の課題としましては、分類器が形になってきたのでコンバータを作るっていうのと、あとプロジェクトはですね、今新規で作るときだけ台本からデータを持ってきてるんですけども、台本を変更したときにもそれを既存のプロジェクトに反映できるようにしたいです。あとは台本ビューアーの方を、スマホで作ってたみたいな高機能なものにしたいと思ってます。はい。で、まとめですが、個人プロジェクトを続けるかどうかで悩んだとき、ちょっと視野を広げていただいて、環境を見直すのもいいんじゃないかと思います。で、この場合ですね、すでに課題があるわけですので勉強するチャンスでもありますし、もし Python でやるんであれば Python 勉強すればいろいろ応用が効くと思います。あとは、よく言われることではあるんですけども、ディープラーニング使うかどうかは、向き不向きがあります。特徴量をもし用意できるんであれば決定義とかそういった使いやすいモデルもあります。それとですね、すいません、もう多分質疑できないと思うんで、あと30秒ぐらい、一言言わせていただきますと、もしですね、今までないんですけど、もし私と同じことをもっとちゃんとした形でやってる方がいらっしゃいましたら、教えていただけるとありがたいなと思います。以上です。どうもありがとうございました。天目さん、ありがとうございます。おっしゃっていただいたように、時間は残っていませんので、残念ながらこの場での質疑応答はできないんですが、この後もし参加者の方で質問がある方は交流用のスラックの方に移っていただきまして、そちらで質問をしていくことも可能ですので、よろしくお願いいたします。それでは里豆さん、発表ありがとうございました。参加者の方はもう一度発表者の方に大きな拍手をお願いします。